こんにちは、ヨーヨーです。英検一級レッスン15のお時間です。最近どれくらい単語を覚えましたか？絵とイメージ力で忘れかけた単語の意味も簡単に思い出せるようになるといいですね。まだ以前のレッスンをご覧になっていない方は、英検一級の再生リストも作ってありますので、そちらもご利用ください。レッスン10は復習テストになっています。忘れかけた単語がないか、たまにチェックしてみてくださいね。それでは始めていきましょう。 Let's begin! 今回の単語はこちらです。1番 Treatise 論文。2番 Ornate 華やかな。3番 Coy 内気な、シャイな。4番 Nestle 寄り添う。5番 Skew 斜めの。1番 Treatise 論文。論文のテーマ決まった？論文のテーマ決まったよ。チュリトスの味の違いについて。そんなテーマで大丈夫？ Treatise 論文。2番 Ornate 華やかな。この前の海、本当はオバーと言ったんじゃないんでしょ？誰と言ったの？すいません、実は華やかなオネート出かけました。やっぱりオネート、華やかな。この後にレッスン5で出てきたあのシーンが続くんですね。復習してみましょう。ペナンス、懺悔。本当に反省してるの？一体どこなら懺悔するの？マレーシアのペナンス。ペナンス、懺悔。華やかなオネート出かけた後、懺悔するのはやっぱりペナンスね。3番、恋。内気な、シャイな。恋くん、あの子に声かけてきなよ。いや、その無理です。恋ってシャイなんだ。恋、内気な、シャイな。そしてこの後にはレッスン3に出てきたこちらの単語が続きます。復習してみましょう。 Broach 言い出す。そのブローチ。え、何？このブローチがどうかしたの？言い出すことができません。Broach 言い出す。恋くんもブローチ言い出すことができないんですね。シャイだから。4番 Nestle 寄り添う。あー、疲れたからコーヒー飲んでチョコレート食べようっと。あ、ネスレが作ってるんだ。ネスレってネソーって書くんだ。ネスレの社名はドイツ語でスっていう意味なんだって。へー、チョコレートにコーヒーか。ネスレってみんなに寄り添ってるよね。ネソー、寄り添う。5番、スキュー、斜めの。え、キャシー、告白するときに絶大な効果がある方法知ってるの？教えて。スキューっていうときは斜めからが大事です。斜めってそっち？スキュー、斜めの。それでは今回の復習をしていきたいと思います。1番 Treatise 論文のテーマ、チューリトスの味の違いについてにしたよ。論文。2番、 Ornate この前の海、誰と行ったの？はい、すいません、実は華やかなオネート行きました。華やかな。3番、恋。え、恋をかける？そんなの無理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 。恋ってシャイなんだ。内気な、シャイな。4番、ネソー。チョコレートにコーヒーか。ネスレってみんなに寄り添ってるよね。寄り添う。5番、スキュー。スキューっていう時は斜めからが大事。斜めの。今回のレッスンはここまでです。
いかがでしたか？少し復習も織り交ぜてみましたが、覚えていましたか？繰り返し復習して思い出してくださいね。それでは最後にチャンネル登録のお願いを今日は誰にしてもらいましょうかね。そうですね、やはりキャシーさんにお願いしたいと思います。キャシーさん、お願いします。チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。知ってくれたらスキューって斜めから言います。キャシーさんいなくなっちゃった。スキュー、斜めの。それではまた See you in my next lesson. Bye.